皆さんこんにちは、はい、始まりました武蔵研のこれが本当だった、はい、50回目になります。 ね、すごいジャスト50回ですね、はい、株式会社プラスケア代表取締役木又博美社長です、はい、よろしくお願いいたします。今日も武蔵さんよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。本当にね、ですね、月2回、はい、まあ、第2と第4週の、はい、まあ、金曜日の5時からね、ずっと続けさせていただいてて恒例になりました、ね、はい、それでもう50回目を迎えました、はい、もうありがたいことですね。いや、もう本当にありがとうございます。こちらこそ、ね、本当にこんなに、ね、続くと思っていやいやなんか最初はちょっともうノリ的な感じで、はい、ちょっとこうこわもての、おじさまと私が並んでこうしたらちょっと面白いに違うかなっていうことでやってみましょうってね、はい、ことでさせていただいて、ね、本当にもう50回って言ったら結構ですよ。そうですね、結構なりますね。ですよね、まあ、ありがたい限りですね。いやいや、もう本当にありがとうございます。この鳥越さんでも長寿になってると思うんですよね。みんな途中で辞めたりほとんど多いですよね、入れ替わり立ち替わりね。そうなんですか。そうなんですね、なんかまあ継続は力ないじゃないですけども、本当にまあ、このね番組をさせていただいてて、はい、やっぱりこう、はい、生放送、まあ、基本的に生放送とかね、はい、録画ももちろんあるんですけど、はい、もうこの番組に関しては本当にあれじゃないですか、はい、ほとんどっていうかまだ1回ぐらい録画したことないかな。全部生かもしれないですね。 生, ですね、はい、生放送でさせていただいてて、そ う,、はい、そういうことですね、はい、もう本当にぶっつけ本番で、はい、何の台本も毎回なく、はい、喋りたい放題喋ってるっていう。今日もね、自分も入ったのがもう10分前ぐらいでいやいやいや、まあ、お互い様です、お互い様です、ね、そんなんで2人でよくね、息があってこう自分でもなんか大したもんだと思いますよね。いや本当にね、なんかほらやっぱりまあ、よそに行くと、はい、やっぱりその番組って、はい、ある程度まあまあね、武蔵さんなんかそうでしょうけど、なんかほらやっぱ台本があったりとか構成がありますよね。構成があってじゃないですか、はい、でも本当に何にもないんですもんね。そうですね、まあ自分なりにプラスケアの会社も一応勉強させてもらってますね。あ、いやいやいや、もうありがとうございます、はい、たまに趣味についてはね、そうですね、いろいろ勉強してくださってるので、まあ、自分も使ったりね、実際結果出てますからね、はい、うんうんうん、まあ、会社に顔出してね、まあ、はい、皆さんと交流したりね、非常にそういうことってなんか大事だと思うんですよね、うん、自分なりにね、はい、そうですそうです、はい、いやだから本当に武蔵さんの場合はなんか商売的にとかっていうのかなじゃなくて、本当にね、ご愛用いただいて本当使っていただいて、はい、まあ、その上でね、ご感想いただいて、そうですね、本当にいいってね、体験していただいてるし、はい、またその、まあ、武蔵さんがご紹介してくださったね、はい、神戸のね社長さんとかもそうですけど、本当に皆さんがいいって言ってくださってるんですもん ね、 そうですね、やっぱり自分もよくないと、いくら金積まれても引き受けようがないですからね。みんな芸能人って金でやるんですけどね。いや本当そうですよ、ちょっと俺はそこまで嘘をつけないっていうね。そうもうほらショッピングチャンネルみたいになるじゃないですか、はい、まあそれもお仕事だから仕方ないんですけど、芸能、ね、人の方が出られるって言うけど、やっぱりそうやってもうお金でいいとかって言ってるわけじゃないですか。単発で、ね、一発でだいぶ積まれるんだったらそれは考えなくないけど、うん、そうじゃないですか、これね、ずっと続けるわけですからね、うんうんうん、ある先輩なんか言っちゃう、青汁長くやってたんですよ、 あの有名な方ですか。もう嫌いで全く飲んでないっていうすごいでしょ、全く飲んでない嫌いでっていう。いやだからそれでも引き受けてね、お金になるからやってるっていうね、まあ、そういう世界じゃないですか。そうですね、そうだからもう私本当に芸能人とかが、はい、芸能人の方がなんかいいっていうやつって、はい、なんか本当に疑っちゃう。いや本当そうですね実際に自分が使ってみて、うん、世の中ねいいもんいっぱいあると思うんですね。そうそう、本当それやっぱり使ってみることがまず大事ですよね、うん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 、ね、なので、まあ、ちょっとできるだけ、まあ、うちはねやっぱりまあ、そういったインフルエンサーだったりとか、はい、まあ、そういうのももうね全然使わない、はい、まあ、本当に口コミでさせていただいてるんで、はい、やっぱりその
やっぱりちゃんと使っていただいて、はい、いいっていう問題していいって本当に言ってほしい。そうですね、そうですね。なんかまあお金を渡してるからとか、なんか付き合いがあるからとか、仲がいいからっていうことでいいって言ってもらわなくていいですみたいな、はい、なんか本当にいいって思っていただいたら、うん、あの言っていただいたらいいんだけど、はい、あの別にその無理して言う必要はないですよって思ってるんで、はいはい、いいってことは何がいいかってことは説明つくと思うんですよね、少なくともね、うん、はい、うん、はい、ですのであのご愛用の武蔵さんが、はいはい、ずっとねあの継続して、はいね、使っていただいてるんで本当に ね、ありがとうございます本当に、はい、ですあの、まあ、このカバーのあるだけは自分ちょっと使って間空いたりしてるんですけど、ちょこちょこ、でもこれも確かにもう本当にいいですよこれ、ね、そうですね、で石鹸ももうずっとね使ってくださってるんですね、はい、使っていただいておりますので、あの、はい、歯磨きジェルとね、もうこれ、はい、もうで、あれなんでしょう、この3月の17日にね、はい、あのようやく、ね、あのペット用の、はい、あの木曽ヒノキ歯磨きジェルっていうのね、はい、こちらなんですけど、結構ね大きいでしょ、これあの、に人用、これが人間用の、はい、あの木曽ヒノキ歯磨きジェルなんですけど、はい、これぐらいのサイズ感なんですよ。そう、大きいですね。でだからあの結構ねたっぷり入ってて、はい、この人間用のやつは 50g なんですけど、はい、120g 倍以上ですね、はい、そうですね、入れさせていただいてて、でこれでねだいたい4ヶ月ぐらい使えるんですよ、はい、それはもうお得だと思いますよね、うん、そうなんですよ。それであの発表したらですね、はい、まあ、ワンコも猫、はい、まあ、猫用も、はい、皆さんあの買ってくださってるんですけども、はい、あのもう一つ多いのがあのこっちのね人用のやつってあの北海道のハッカを入れてるんですよ、はい、だからあのちょっとお子さんとか、はい、最初ちょっとあの辛い、あ、ね、辛いからちょっとほんまにちょっとだけしか使えないとか、これでも辛いっていう自分らは全く感覚ないですけど、ね、やっぱりお子さんはですかね、敏感で、そうそうそうです、あ、あのお子さんで、まあはい、初めて歯磨きをすると、はいはい、いう子にはちょっと辛い場合があるんですよ。なるほどね。それで、こっちだったらどうですかって言って結構お母さんからお問い合わせがあって、はい、でこっちはハッカ使ってないんですよ、ワンちゃん用なんで。あ、そうですよね。で、あの 100% こっち天然由来なんですよ、はい、だから、舐めてごっくんしていただいても大丈夫な成分しか使ってないんです、はい、なおさらいいってことですね、はい、なので、変な話ですけど、なるほどね、ペット用なんですけど、お子さん用に買われてる人がものすごく多くて、はい、これはあれですねちょっとびっくりなんですけど、家族みんなで使うっていうねそうなんですよ、これはあれですね。だからねちょっとねこのねペット用のねやつがねちょっとあの洗面台にちょっと置いてたらなねって思うかもしれないけど、まあ、これまさにねいいことですよね。そうなんですよね。変な話でもあのお子さん用に使いたいっていう人がねものすごく多くて、なるほどね、はい、今回だからあの、まあ、ワンちゃん猫ちゃんあのだけじゃなくて、はい、あのお子さんの最初のステップ、はい、あの歯磨きを始める、はい、あのための最初の段階でこれを使われて、はい、こっちに移行していくっていう、なるほどね、はい、あのこともできるというかそれをやりたい方が結構多いみたいで、考えてみるとワンちゃん小さい時からお子さんも小さい時から飼いたいっていう飼うじゃないですか、うん、家族に迎えてね、はいはい、そしたら、うん、僕と私あの、うん、一緒にこれで育ったんだってなるんですかね。あ、ですね、本当に本当によくそう自分子供の時犬飼いたいっつって、うん、無理に買ってもらったことなんですけど、あの牛乳を取ってたの飲まないでその分やれるかってことで自分の分はやめて犬にやったの覚えてるんですけどね。あ、そうなんだ。だからこれまさにこういうことです、一緒に使って育とうと ね、 そうですね、これもいいかもしれないです、そうそう、いい思い出に残りますよね。だからね私たちね、あの、まあ、これ、商品とか開けてくださってるんですけど、あの商品のやつちょっと画像を送ってもらって、今出してくれてワイプの方を送ってもらって、私らいいんで、でこれあのね、あの最初ね自分の消しちゃっていいですよこれ、はい、私たちあの消してもらって大丈夫です、はい、私たちを、はいはいはい、でこれあの買うから家族へっていうふうにしたんです、はい、そうそう、まさにそうですよ、うん、でね、これはそうです、そうでね、ペットっていう言葉もね本当は使いたくなかったんですけど、はいはい、やっぱりあの何かわからないんで、そうなんですね、ペット用ってつかないんで、ね、まあ、ペット用っていうふうに書いてます、はい、でこのポイントがね、あの歯周病菌を 99.9% って書いてるじゃないですか、はいはいはい、あれを除菌するっていうのをちゃんとエビデンス取ってるんですよ、はいはい、でワンコちゃんは
もうあの人間と違って、あの歯石とかあの人の場合はね1ヶ月ぐらいかかるんですよ、はい、あの歯石がつくのがね、はい、でもワンコの場合はね3日ぐらいでついちゃうんですよ。早いですね、うん、口内のその状態が違うんです。あのそれで昔はあのよくキャットフードとかなかったじゃないですか、うん、だから肉をもうガブガブ噛んだんでこう歯石がつきにくかったんですよ、うん、今はもうほとんどそうじゃないんで、ね、だからつきやすくなっちゃうんです、どうしてもね。だからよくあの歯ブラシ用のこのこんなロープみたいな固まってるの噛むとかあるじゃないですかね、あれについてるとかね。そうなんですね、でやっぱりそのまあだから3日以内に、まあ、うちの方もこのジェルは、3日に1回使ってくださいってお伝えしてるんですよ。それはやりやすいですね、うん、でまあワンちゃんなんでやっぱ磨けること磨けない子があるので、それはちょっと大変でしょうね。舐めてもらったらいいです。なるほどね、はい、あの要はこのヒノキの蒸留水がそういったあの歯周病菌とか、まあ、歯垢も取りやすく歯石も取りやすくなるしっていう作用があるので、はい、もう舐めさせていただいて大丈夫です。なるほどね、うん、でテストとしてはまあ、人間でね一回購入された方は一度舐めていただいたらいいと思うんですよ、はい、あそうですね、全然問題ないので、ね、ご自身でチェックしてから、はい、甘い感じです。なるほど、グリセリンとかが入っているので甘みを感じるので、はいはい、あとワンちゃんとかもそんなになんか抵抗なく舐めてくれると思います。なるほど、これはいいですね、うん、なので、まあ、3日に1回、3g なんですけど、 3g って、はいはい、だいたい500円玉よりちょっと大きいぐらいですかね。あなるほどね、うん、はい、結構たっぷり使えるんですよ。そうですね、結構大きいでしょ。そうですね、500円玉以上なんでそれぐらいが 3g です。81円ですもんね1回あたりね。そうで9700円ってね結構ちょっとあれなんか1万円ぐらいするって思っちゃうんですけど、はい、4ヶ月分です。そうですね、4ヶ月分なんでもう1ヶ月にしたら本当に2000円ぐらいなんですよ。3日に1回使うってことですもんね。そうなんですよ。でまあ81円なんで、はい、そんなにめちゃめちゃ一月880円って計算になるじゃないですか、はいはい、で私たちこれ一応、今、うん、あるそのワンちゃんとか猫ちゃん用の歯磨き粉、はい、まあ、歯磨きのやつがどれぐらいの値段でされてるのかって全部リサーチしたんですよ、うん、はい、そしたら多分うちがめちゃめちゃ安いです。あなるほど、ね、これ皆さんに買われるときは、はい、買う金額はめっちゃ安いんですよ。例えば2000円だったりとか3000円だったりするんですけど、はいはいはい、量とか内容量考えていただいたら、はい、多分めちゃめちゃ割高になるんですよ、はい、なるほどね、そっちの方が、はいはいはい、だからうちのはもうあえてねもうそんなちょこちょこ打って、はい、とかじゃなくって、はい、やっぱりもうしっかり使っていただきたいので、はい、4ヶ月分です。だから4ヶ月分ってことは、年間3回買っていただいたら、はい、そうですね、まさにそうですね、持つってことですね。3回買っていただいたらそれぐらいで持つってことです。これだって3本だけで1年持つんですよ。商売になるのかって思ったら逆にねなのでね本当に皆さんねなんかこう9700円というとね金額的にはおってなるんですけども、はい、まあしっかりまあ、3本で大丈夫ですので、はい、はいはい、1日81円 で、 そうです、ね、はい、ワンちゃんとかね、はい、猫ちゃんとかのもう病気を防げますので、歯周病菌って本当に怖いですよ。それからやっぱりね病気になって亡くなってるんですよね。まず腎臓、ワンちゃん猫ちゃんも腎臓やられますからね、バイキンここで ね、 そうなんですね、全部入っちゃって ね、 菌がそうです、全部回っちゃうんですよね体にね。だいたい年いった猫もワンちゃんも腎臓で亡くなるんですよ。腎臓やられると動物はまだねちょっと最近はいろいろできたらしいですけど、うん、まだ一般に浸透してないんでもう大体アウトですよね。腎臓やられたらね、そうですよね、大体アウトですね。いやいや本当本当そうですよね。だからやっぱりそのねそういったよ、まあ、予防もですし、まだなってる子たちもそういったケアの方ね、はい、もできるので、でこれキソヒノキ歯磨きジェルでペット用っていうのを実はメーカーさんも、まあ、メーカーさんっていうかうちの元のところですね、はいはい、元のところもねペット用出されたんですよ。出されてるんですけど、はい、皆さんそっちも売ってるじゃんとかっていうお声とかもあったんですけど、はい、実は、内容量が違います。これプレミアムって続けるんですけど、はいはい、ここに書かせていただいてるんですけど、はい、基礎ヒノキプレミアム 80% 配合って書かせていただいてるんですけ ど、 今、はい、うち以外であるこの基礎ヒノキのペット用のやつは、はい、出してるのあるんですね。あるんです、メーカーさんの方がで 50% 配合です。なるほどね、なるほどね。でこちらは 80%配合で、うちの方の人用の
これは 75%、はい、まあ、75% でもすごかったんですけど、ね、まあ、ワンちゃんの場合はね、やっぱり舐めたりとか、その人と違ってこうやっぱしっかりこう磨いたりとかがあれなので、はい、80% ですごく濃度をめちゃめちゃ上げてます。そういうことですね、はい、ちょっとの量でも本当に効果的にしたいって思ったので、はい、もうギリギリまでっていうか入れれるまで、うん、はいはいはい、80% まで入れさせていただいてますんで、はいはい、もう本当に舐めるとかこういもうとにかく口の中に入れていただいたら、はい、はい、いいと思います。そうですね、はい、ね、これもう本当にだって3歳以上でもうほとんど 80% がもう何らかのなんかね、もうほっとくとね、うん、本当にそういう可能性が多いですよ今口の中っていうのはね。ですよね、だいたい臭くなるともうえっていう、まあ、赤信号ですよね、うんうんうん、そうそう、ワンちゃんね、でまあ、この前の前回の番組でもお伝えしたんですけど、ワンちゃんの歯周、まあ、歯周病になるじゃないですかワンちゃんが、はいはい、そしたら例えば子供たちを舐めたりとか、はい、まあ、私らもね舐められたりとかすると、はいはい、この歯周病菌はうつります。あ、怖いですね、ワンコから人にうつるらしいです。あ、で人からワンコには、まあ、ほとんどまあ限りなく少ないというかないらしいんですけ ど、ワンちゃんのやつはこっち受けちゃうっていうのも分かってるんですよ、ね、うん、でそれをすごい気をつけてくださいよって言ってる、はい、歯科医の方とかも結構いらっしゃって、はいはい、本に書かれてるぐらい、あ、はい、言われてる方もいらっしゃいます。よく動画なんかでね、微笑ましいシーンで赤ちゃんの頭をペルペル舐めてるシーンがあるんですよ。ほんとそれ嬉しいんですけど気をつけなきゃいかんですよね。そうなんです、そうなんですよ。だからお子さんの歯周病菌って本当にまあね、ほとんどないって、まあ、なかなかならないんですけど、はい、やっぱりそういうのが常日頃、まあ、そういうものをこう受けてたら、はい、なる可能性もあるし、はい、今ってほらやっぱりね、皆さんまあ、子どもたちの免疫の低下というか免疫力がなくなってきてるって言われているので、はいはい、免疫力なくなってるってことはこういう菌とかを受けた時に、ね、やっぱりそこでいっぱい増えてしまうと、はい、だからなりやすくなってる状況にもあるので、はい、だから、まあ、まあどっちかですよね、もう両方だから人も使ってもらうことによってならないし、ね、はい、ペットの方にも使ってもらうことによって、はい、まあ両方人とワンちゃん、ね、猫ちゃんで どちらも、もう予防してならないようにしてもらうっていう思ったんですよ。赤ちゃんとかよく舐めるワンちゃん多いんですよ頭とかね。そしたらもう最悪赤ちゃんの頭にこれ塗っときゃいいんですよ。相乗効果で、これいいでしょ、全然いいでしょ、ね、これは素敵な関係になりますよ。いつも、ね、俺の頭舐めてくれてワンちゃんは健康だったっていうね、舐めるとも違うのあんまり良くないけどね、これやっぱり頭、赤ちゃんの頭とか人間の手とかね、例えばこう舐めさせれば、うん、いやそうですよ、だから手に ね、そうです、ここにこう飼い主さんのところを向けてあげて、もう手であげたらいいんですよね。最初だったら餌の匂いちょっと置いてね、それからこうやったらいいじゃないですかね、置いたらね、匂い匂いするからこう美味しく舐めてね。そうですそうですそうです、どうにも方法ありますよ。でね、なんかね、これまでもね、こっちの方、はい、まあ、これやっぱキシリトールが入ってるんでちょっとあれだったんですけど、これをねちょっと薄めて猫ちゃんとかにもやってるのが、でしょうね、もう歯石が他のところのやつを使ってても取れなかったんだけど、はい、これ舐めさせたらもう一気にポロポロ取れたらしいです。効きますよね、はい、なのでもう人用の方でワンちゃんとか猫ちゃんは結構使っていただいてて、そうね、もう効果はもうかなり実証されてるの で、ね、でこっちだともっとハイグレードというか基礎力をもっと強くしてるので、はい、うん、強い濃度がね、そうですね、濃いですからね。なので使ってこちらをまあワンちゃんの方は使っていただいて、これだったらまあキシリトールも入ってないし、はい、ハッカも入ってないので、はい、であとまあ 100% 天然由来でも配合してますので、それがいいですよね。そうなんですよ、だからもうこっちで安心して使っていただくのが一番いいかなと、はい、そうですね、でプラス、まあ、お子さんで辛いって言って人用のやつは使えない、はい、お子さんはちょっとあれですけども、まあ、こっちのワンコの方、はい、ワンコのマークの入ったやつですると、はい、ですね、ね、はい、でワンちゃん飼ってる人なんかはもうお子さんと一緒に ね、ワンコちゃんと同じやつを使ってもらってもいいと思います、はい、 そうですね、はい、うちの商品ってね、やっぱもうワンちゃんも全部使えるんですよ、ね、皆さん使って
てるんですよ。ですよね、うん、もうカバンの穴だけ茶もね、普通にね、水代わりに与えられてる方多いですし、ちょっとすごい体調悪かったりすると茶がハニーを舐めさせてらっしゃるお家もあるんですよ。なるほどね、でこういうミネラルとかも入れられたりとか、ね、このミネラルも新しいの、こういう風にちょっとパッケージ変わったんで、はい、こちらの方になります。はい、であとねローションとかもちょっと皮膚とかがあれだったらね、そのローション塗ってるわちゃんとかもいます。はい、ですね、このミネラルもね本当新しくなってね。そうなんですよ、ちょっとねあの名前も前はサンミネラルって呼ばれてたんですけど、はい、ミネラルプラスって言って、まあ、ちょっとプラスケアのプラスと、まあ、ミネラルをプラスするっていうのと、はい、これね100ミリなんですけど、1cc 1ミリあたりで、1リットル作れるんで、もうなかなかなくならないんですよ。これ要はすごくめちゃめちゃお得、いろんなクリエイティブっていうか、綺麗にするわけですね、いろんな雑菌も何もね、これね。いやこれは、ね、飲むようなんですよ。これ新しくなったやつ、サンミネラルのやつなんですけど、はい、これはミネラルです。ミネラル、鉱物由来のミネラルなんで、ミネラルが多くなるってことですね、はい、入れるとこれ。そうですそうです。水に入れる。そうですそうです。一滴垂らすってことですね。これね30種類ぐらいのミネラル。皆さん何ですかね、ケイ素じゃないな、なんかなんかお水、はい、なんかそういう、ミネラルが入ってるね、浄化されたらありますね、はいはい、ケイ素が入っている水とかっていう風に単体で飲まれてる人が結構多いんですよ、はいはい、まあ、女性なんか鉄分とかね、はい、貧血だからとか ね、そういうので、まあ、カルシウムとか、はい、いろいろ単体で取られてる方がいらっしゃるんですけど、これ本当に1本に30種類以上、そうですね、のミネラルが入ってます。でこれイオン化してるので、うん、普通だと飲んでいただいてもなかなか吸収しにくいミネラルなんですけど、はいはい、これはイオン加工してるので、めちゃめちゃ体、こう飲んでいただいたらめちゃ体に吸収しやすいっていうように作ってます。ワンちゃんなんかもじゃあ大丈夫です、もちろんです、もちろんです、もちろんです、ちゃんとねこうついててね、はい、だから人もやっぱりそのミネラル分に関しては、ミネラルはちょっと体内では作れないので、はい、やっぱり何かしらの添加していかないといけないんですよ。はい、でまあやっぱりねミネラルがね、そうそう、ありがとうございます。はい、だからねミネラルがやっぱ不足するとね、やっぱりいろんな不調につながるので、はい、まあこれも本当にもう手軽に、はい、ピュピュってこうボトルになってるので、そうですね、ピュピュピュッと入れて飲んでいただいたらいいです。はい、でもう本当にちょっとだけ入れるので、そんな別になんか味が変わるとか、このまま飲むとなんか酸っぱいし、鉄みたいな、あミネラルだからね、はい、濃いですからね。もうこれは薄めて使いますんで、はい、でご飯炊く時とかもピュピュッとしたりとか、あと外でお水が出てきたら、その中に水、はい、これをピュピュッと入れてから飲むとか、ね、もうカバンの穴だけじゃ、ここのままここにピュピュッと入れて飲んでもらってもいいですし、まあうちお店とかで作ってるのはもう全部ミネラル、これ添加したやつでカバナータケチャ作ってます。私も家で作るときはもうこのミネラルをピュピュって入れて、でご飯炊くときもこれを、はい、入れて、一つのラーメン屋さんでもね、あそうですね、ですもんね、そうですそうです、ご飯はスープをね作るのね、はい、スープもこれ入れさせていただく、ね、そうですね、わがままさんの、真水はラーメンもね、一切真水はそのまま使ってないですからね、そうなんです、そうなんです。なので、まあ、これはもう本当になんか手軽に、はい、していただけますよっていうことで、小さいからどこでも持ってきますもんこれね、そうなん、はい、そうなんです、はい、ですので、まあ、これもねちょっと新しくなりました、はい、はい、こちらも結構ご注文いただいておりますので、これおいくらですか、これが6480円かな、はいはい、はい、だいぶ持ちますよ、だったらね、これすごいね、2本ついてますから、そうですね、100ミリのね、はい、だから相当持つと思います、ですよね、はい、もうなかなかねなくならないって皆さんから言われてて、はい、はい、ですので、はい、こちらの方もまたうん、野良猫にいつも水入れてやってるんですよ、これ一滴垂らしてるのもいいですね、いやめちゃめちゃいいです、いいですね、一滴で十分です、十分ですね、十分です、このぐらいが、はい、ね、ちょっとだけだったら ね、そうですね、そうですそうです、ちょっと入れていただいたら、もともとこのペットボトル入れて作ってってあれって同じですもんね、あ、そうですそうです、それでペットボトル開ければいいですからね、そうなんです、そうなんですよ、はい、ですのでちょっとください、はい、はい、今日はですね
ちょっともう、あ、もう24分になりましたね。結構あっという間ですね、今日もね。今日ね、ちょっとあの動画をご紹介したいんですけど、はいはい、まあ、うちの、沖縄の、代理店、はい、代理店をしてくださっているあの、まあ、まつげ界のドンと言われている徳本優子さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、すごいですね、まつげ、はい、まあ、本当にまだお若い、まあ、30代の方なんですけど、はいはい、なんですけど、この、まあ、アイリストさんで、あのアイリストさんってこう目をね、あのする、はい、の、 あの、まあ、全国の、まあ、アイリストさん8000人以上が登録している、すごいですね、あの大浴場っていう、もうとんでもない、はい、もうすごいあの大きいあのコミュニティを運営されてるんですよ。大浴場って言うんですか。はい、で今もうその1万人を目指してて、あと2000何人とか言ってましたけど、はい、はい、もうどんどんそのアイリストさんがコミュニティ、あのコミュニケーションとか、まあ、いろいろあの情報とかを、なるほどね、とかもっとそのアイリストさんの言ったら技術をアップさせるとか、はい、まあ、いろんな、はい、ことをされてるんですよ、はい、アイリストさんにプラスになるようなことを全部、まあ、徳本さんが企画してされてるんですけど、はい、でそこで、まあ、徳本さんがその YouTube も始められて、はい、YouTube の番組で大浴場っていう番組を作られたんですよ。面白いですね、うん、大浴場 で、あの徳本子さん自身もいろんな、まあ、商品を、まあ、あのプラスケアの商品も扱ってくださってるんですけど、はい、まあ、いろんな商品を仕入れられて販売もされてるんです。で、まあ、そういったまあ、優子さんが本当に気に入った商品しか絶対売らないっていう、はい、あの売れてるから売るんじゃなくって、本当に徳本さんが実際使われて本当にいいと、ね、はい、もう感動レベルっていうものだけを仕入れられて販売されてるんです、はいはい、で、まあ、そういった一つの、まあ、取り扱いのメーカーとして、はい、ゲストで出演してほしいということで、はい、徳本さんと対談をしてきたんですよ。はいはいはい、まあ、それがまあもう去年の年末ぐらいだったかな。去年にあの収録はさせて、はい、していただいて、でなんかね、うん、もうちゃんとしたこのなんかスタジオみたいなのがあって、はい、結構本格的に収録してやってくださったんですよ。はい、それでまあ、そこの、まあ、YouTube の方にもアップされたので、ちょっとこちらの番組でも紹介させていただければなと思ってます。はい、はい、ご覧いただければと思います。はい、お願いします。マイク来てください。私は日本の健康を救う商品だと思ってます。私が作った人って思われているんですけど、うん、実は私は作ってないんですよ、うん、愛は変えませんが健康は変えますって言ってるんですよ。私もなんか別に体めっちゃ元気なんですけど、うん、これだけは飲みますね。さあ始まりました、ゆうこずルーム。この企画は私、徳本優子が大浴場メンバーをゲストに迎え、あれこれ掘り下げていく企画です。今回のゲストは株式会社プラスケア代表取締役、木俣博美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。木俣さんについて、はい、皆さんにご紹介させていただくと、これ見たことあるよっていう方はすごい多いと思います。アイラッシュの中で、ね、めちゃくちゃ流行ってる石鹸とお茶なんですけど、もうね、私は日本の健康を救う商品だと思ってます。でなんか売りたいっていう人よりも知ってほしいっていうアイリストさんが多くて、そういう気持ちで広まった。あとね、聞けば聞くほど多分皆さん今日木俣さんのファンになると思います。ありがとうございます。でなんか健康寿命を伸ばすためにはまずこの回を見ていただきたいなという回になりますので、今日はよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、木俣さんがこのプラスケアの商品を立ち上げというかきっかけ聞いていいですか。私が作った人って思われているんですけど、うん、実は私は作ってないんですよ、うん、実は私愛用者だったんです。愛用者だったんですね。愛用者、へ、愛用者から経営者だったっていう、すごい、それも聞きたい。私ね、朝起きてベッドから立ち上がれなくなったんです、20代の時。えある日。これは気持ちとかじゃなくて体で。そう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 。何の仕事されてたんですか。営業ずっとやってて、うん、だから24時間働きますよみたいな。コンビニですね。だから仕事終わったら、うん、朝まで付き合いで飲んで、うん、でちょっとだけ飲んでまた仕事に行くっていう、うん、この生活をずっとやってた20代の時、うん、そしたらある日そのベッドから立ち上がれなくなって、うん、本当にトイレもう行かれへん、もう張って立つことができる。でその時に、うん、まあ、ある方がこのカバノアナタケ茶がいいよって言ってくれたんですよ、うん、で飲んだらもう初めて力が入って立ち上がった。うわ、これもう本当すごいなと思って。
って100箱ぐらい頼む。もう考えたら、こんなにお茶、あの人にも、この人にも、うん、あの人にも 言ってあげたいってなって、今の優子さんみたいな感じ。あ、私、そう、うん、でも本当そうですよね。売りたいっていうよりは、もう知っといてみたいな、うん、の商品かなって思うんですけど、てかこれあるんですか。あ、そうだ、これね、はい、乾杯。もうめっちゃ飲んでるやん。いや、なんか私的なイメージ、うん、健康食品ってちょっと美味しくない。そう。そう、この色って多分見てる方もうわってなってると思うんですよ。水ですよね、味。そう、本当に、うん、そこのメーカーの社長さんとの出会い全然知らなくて、メーカーさんは、うんうん、で私の知り合いの人がくれたの、うんうん、そうしたら後々そのくれた人がオーナーだったっていう、あの流れ、でどんな流れでこの会社をやることになったんですか。それで、うん、まあ、私はまあ愛用者でずっとやってて、うんうん、そしたらなんかこの会社が大阪にあったんだけど、うん、その鳥取の方に移転して、通販の会社だから、うん、で鳥取でやるっていうこと、うん、そしたら当時の社長が事故でちょっとこうできないとか、社会生活ができへんくなって、うん、あのちょっと変な人いるやん、いっぱい買う人、うん、あの人にちょっと声かけて、あの人鳥取やんみたいな。そうそう、そのオーナーさんが、うん、私が営業やってたのを知ってたから、うん、で経営者になったことになって、だから本当人生分からなくて、うん、まあ、営業でね、まあ、会社をやるとかそんなんも何も考えてなかったから、うん、突然言ったら愛用者から自分が作って販売するっていう立場になったの。なんかカバの穴竹ってあんまり聞き慣れないんですけど、ぶっちゃけその正体って何なんですか。正体キノコ。キノコ来たことある。うん、あの白樺の木にできるキノコなんよ、うん、でめちゃめちゃ寒いところしかできなくて、うん、まあ、日本だったら北海道、うん、あとはロシアとか、うん、ああい う本当に寒いところじゃないとできなくて、まあ、一応今はうちの方が、まあ、北海道のやつをだいぶ大量に保管してこう保存してるので、うん、そういう風に今製造してる。へー、カバの穴だけって飲むとどんないいことが起きるんですか。まあね、いろいろあのちょっと大人のルールがあるから言いにくいけど、うん、まあ、飲むことによって、うん、要は体を整えてくれるっていう作用があって、うん、何にいいかっていうより、もう本当に何でも体が整ったら何でも良く なっちゃうっていうか、その病気にならないようにするみたいな、そうそうそう、病気を治すとか何かを良くするとかじゃなくて、そもそもの体を整ってくれたら、うん、もう勝手に、うん、まあ、病気の人は病気が、ね、あれだろうし、うん、あの体調悪い人は体調整うだろうし、うん、ってことです。本当に私、うん、結構信じやすいんですよ。でもこれを確実に信じる出来事があって、うん、ある日ですね、4人で飲んでたんですよ、うん、そしたら3人コロナになったんです。私だけならなかったんですよ。すごくないですか。その体験談めちゃめちゃ来ててですよね。でもうなんなら、うん、あなたけちゃを、うん、いや子供の水筒に作って飲ませてるんですけど、うん、ゴールデンウィークとかってめんどくさいじゃないですか、うん、お湯を沸かすとか水で入れるとか、うん、っていうか子供の水筒を作らないと、うん、まあ、それを沸かすこともなくて、その時は作らなかったんですよ。ゴールデンウィークなんとコロナっぽいのになりました。コロナっぽい。そうだから、お茶を飲んだったらならなかったのに、飲まなくなったこのたった1週間でコロナっぽいのになった時、あ、やべえと思って、それから真面目に飲むようになりました。どんな人に使ってほしいですか、このお茶は。いや、もう健康でありたい人。いや、もう全員じゃないですか。いや、愛は変えませんが、健康は変えますって言ってるぞ。愛ずっと愛はさ、やっぱりちょっとね、これで変われへんか。確かに。やけど、うん、でも本当健康ってもう今の時代はあのお金で買えるな、うん、そういう時代になってきたなって思ってて、うんうん、なのでやっぱ健康に対してお金をかけれるかかけれないかっていう、うんうん、買うか買わないかじゃないけど。でも本当にさっき言ってたように、うん、なんか予防で飲んでほしいですよ。なんか起きてから飲むんじゃなくて、うん、まあ、飲んでて、うん、なんかあっても後悔はしないじゃないですか。私もなんか別に体めっちゃ元気なんですけど、うん、これだけは飲みますね。ありがとうございます。あなたけちゃんの次に大浴場で人気なのが、うん、人気どころか人気すぎて、うん、あの在庫が足りてない商品なんですけど、この目の前にある黒い石鹸、はい、うん、典型石鹸なんですけどね、うん、はい、これ 何分で1000個売れたんでしたっけ。1分。1分でもう1000円多分1000個ちょっと超えちゃってると思うんだけど、ちょっとダウンしたりとかしちゃうから、あんまり行くと無添加の石鹸って作ろうと思ったらマジで難しいなっていうのも知って、あとあの石鹸素地っていうのが石鹸のベースがあるんですけど、この配合率によって要は同じ成分を使ってても結果が違うっていう。だから多分うちと同じようなものを作って
あの使って成分やってるところもあるけど、多分そのしっとり具合とか、うん、あの使用感がやっぱりこうリピートを生んでしまう、うん、あなるほどのにこう多分なってるっていう。木俣社長のなんか一番商品を作ってとか紹介しての嬉しいこととかやりがいって何ですか、うんうん、うちの商品で人生変わるぐらい変わってる人たちがいるっていう。で私の、まあ、この会社をやっている目的っていうのは人を救うものことを提供する会社っていう、うんうん、だから人を救うっていうのをテーマになってるので、うん、これからもプラスケアの方よろしくお願いします。いい方いやでも本当にねみんな人生変わったっていうのが、うん、あの木俣社長のインスタのハイライト見たら、うん、やっちゃ使ってみたいとか思うと思うし、うん、もっと早く知っとけばよかったって思うと思うんですけど、木俣社長の今後の夢、うんうん、どういう風になっていかれるんでしょうか。いやどうなんでしょうね、うん、いやだからもう、まあ、さっき言ったようにもう人を救うっていうことをやりながらこのプラスケア商品をあの広げていく、うん、でまたそれを知った人たちがまたこのプラスケアの商品を通して人を救っていくっていう、うん、こういう連鎖が広がっていってくれたらいいなって思って、うんうんうんなんかもっと早く知っとけばよかったって思う人を減らしたいですよね、うん、いや本当に私もどうにかこうにか頑張って紹介して、うんうんうん、もう今見てる人もちょっと気になって、はい、もう健康でいたいなら、うん、マジ使ってほしいメーカーさんです。所長からこのカメラに向かって使ってる方とか、はい、この動画を見てる方にメッセージをお願いしてもいいですか。はい、いつもありがとうございます。ゆうこさんも最初冒頭で言われてたんですけど、うちの商品って本当にあの皆さんが知ってほしいってこう思って取扱店の皆さんも本当に勧めてくださってるっていう、でもうすごくあのプラスケア商品を愛してくださってて、なんとかこの方を救いたいっていう、もうご相談を毎日いただいてるんですけど、もう本当にあの必要な人に届けたいっていうメッセージを皆さんが受け取ってくださってて今があります。これからもよろしくお願いいたします。もう本当にいい話ばっかでした。ありがとうございます。キュッとされて、はい、キュッと。いやでももっともっと聞きたいのでまた今度コラボライブでも、はい、させていただければなと思うんですけれども、はい、やっぱりなんか健康の時ってやっぱり健康に目を向けれないっていうか、何かあって風邪ひいたりとか病気してから初めてやろうと思うんですけど、私昔からなんか健康にはいくらでもつぎ込みたいタイプなんですよ。なので本当にみんなにこの商品は知ってほしい。知って使うか使わないかは自由だと思うんですけど、一回騙されたと思ってお茶から始めてほしい。 お茶飲んで本当になんか風邪ひかない、はい、だって風邪ひいた時にその収入って減るじゃないですか、うん、そしたら遅いので、い本当にアイリストの皆さん、あの稼ぐために健康でいてほしいなって思うんですけど、はいはい、健康食品業界が抱える闇ってあるんですか。いやそれはありまくるやと思うよ。いや私だって一愛用者じゃん、うんね、だから利用者や、うん、自分が作るっていう立場から見た時に、うん、え何これって思ったの。作るものだったりとか、うん、原価だったりとか、うんうん、この商品ってこんなもんじゃないのと、いろいろ分かっちゃうでしょ。絵がもうねこうもういろいろ分かっちゃうんで、あの私はやっぱ愛用者側から愛用するっていう視点でやっぱり全部ものを作ってるっていうのが、うん、やっぱちょっと違うのかなって思います。商売で儲けようと思って作ってるんじゃなくて、いやすごいですねやっぱり。いやもう本当にみんなに知ってほしかったんで今日話が聞けてよかったと思うんですけど、はい、木俣社長からこの業界、うん、このなんで健康業界っていうか、まあうん、まあ人間業界いや私さでもね、あの美容業界でもないし、なんか健康系の業界でもないし、私ってどこかなってなんかよくわかんない。プラスケアさんって、まあ、私の中では美容業界の人から支持されてるのが大きいと思うんですけど、どういう感じでやったらもっと良くなると思いますか。美容業界やもっと良くなるというか、健康で長くこうやっていきたいっていう方は本当に自分の健康管理っていうのも仕事の一つなので、例えばアイリストさんなんかはこうやって下向いて作業やってるじゃないですか、うんうんうん、作業したらここの唾液のところを押さえてるので唾液少なくなるんですよ。そうすると口内環境が乱れて歯悪い人多いと思うんです、うん、で歯が悪いと体の全体に影響するので、うん、いろんなさまざまな病気になりやすいんですよ、うん、なのでこう下で向いて施術してる人たちはもう絶対健康管理絶対やらないと、うん、もう今後絶対必ず 100% 病気しますっていうふうになってるんで、怖
ないじゃないですか。って思って、うん、あ大変だなと思ったらやっぱりそういうご相談とか多いんで、うん、実はやっぱ体壊されてる方多いんだなって感じてる。あのそれの責任をね背負って紹介させていただきますので、はい、す本当に今見てる方舐めちゃいけないですよね健康を本当にもう、はい、まず知ってなんかそれをきっかけに健康ってなんだろうって考えるきっかけになってもいいですよね、うんうん、いや本当にいい話を聞かせていただいてありがとうございます。これからまた日帰り沖縄の旅で一緒にできればなと思うので、本当になんかこうやって真面目にゆっくりと動画を撮ってもらう機会ってなかったんで、本当に今日は来ていただいてありがとうございました。はい、ということで今回のゲストは株式会社プラスケア代表取締役木俣ひろみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。たくさん商品があったんですけど紹介しきれなくても一部まあね、はい、ポイントで大好きなカバナーのたけちゃんをご紹介いただいて、はい、あの石鹸ですね、はい、撮影してみていかがでしたか。いやなんかもう一瞬で一瞬で、でもなんかすごいこの質問とかがいろいろ面白かったなと思って。話したりたいことはないですか。あんまいっぱいありますけどそれはもういろいろね、喋ろうと思ったら何もでも話できるから健康の食品業界の闇とか。あ、まあそうだもんね。うんうん、いろいろあるので。大変な気がします、はいはい、じゃ最後ゆうこさんにメッセージお願いします。はい、ゆうこさんありがとうございました。もうね、ゆうこさんはね、もう本当にあのもう陽の人というか、もう本当に太陽のような人で、みんなに本当にあのパワーを与えてます。でもね、やっぱりあのパワーがある人だから、いろんなこうなんかこう悪いというかな、陰もいっぱい集まってくるので、まあ、たまに会ってあのヨーヨーで、私とヨーヨーであの元気になっていただいたらいいなと思います。またいつでも会いましょう。あ、飲まないと。飲みね、飲み会しましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかいろんな明るいゲストの方いらっしゃってる中でも、うん、なんか特になんか透明感のある明るさ。いや本当に、てかめっちゃ喋るの上手かったですね。喋るの上手でしたね。やばい、なんかリードされた気分。カットする場所がなかったですね。いや本当に編集楽しみです、どこをカットするのか。最後に木俣さんに向けて一言お願いします。いや本当にあの私が風邪をひかず毎日365日ライブできるのはプラスケアの商品あってだと思うので、これをあの大浴場のメンバーに伝えられたのはすごい嬉しく思います。なのでこれからもご愛用させていただきますので、よろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございます。なるほど。いや大浴場だからタオル持ってきたんですって言ったら笑うでしょガウンとタオル持参したんですけど。あーどうも、はい、なるほどね。もうね、徳門さん、徳門さん、ゆうこさんはね、もう本当にあのすごいあの馬力のある女性なんですよ、はい。それでもう本当にみんながハッピーになったらいいって言って、またそのアイリストさんがね、本当にあの良くなったらいいっていうことで、はい、もういろんなこうことをやってらっしゃる、そこにつながることを全部やってるんですよ、はい。うん、で、まあ、ここのね話も最後の方あったんですけど、はい、あのこのアイリストさんとかって、まあ、アイリストさんじゃなくてもあの、まあ、ネイリストさんとかでもそうなんですけど、はい、こう下を向いて作業をやってらっしゃる方って、はい、こう下向くとここの唾液が出るところの線を押さえるんですよ、はいはいはい、なるほどね、はい、そうするともうこうやってずっと作業を一日中してるとね、はい、全然唾液が出ないんで、あーなるほどね、あの要は夜寝てる時の状態になっちゃうんですよ。うーんなるほどね、はいはいはい、だから意味わかります、はい、で朝起きたらすごいこうなるじゃないですか、はい、菌がいっぱい、ね、ちょっと口がね、そうそう、なのであ、ね、あれがずっと仕事中もめちゃめちゃそういう状態になっちゃうんですよ、はい、だから口内環境がめちゃめちゃ悪くなっちゃいやすい。そういうことですね。そう、はい、で私その、はい、まあ、こうやってねいろいろサロンさんとかとね、はい、いろいろあのこう交流ができてきて、はい、したら本当にまだお若いのに、はい、お若いのにもう本当に 歯の状態、口内環境がめちゃめちゃ悪い人めっちゃ多いんですよ。なるほどね。すごいあの相談されて、まだ若いのにもう歯グラグラとかね。はあ、なるほどね。もう歯周病ですごいとか、へえ、もうなんかすごいやらなあかんとかって、はあ、なんでそんななんかと思ってたんですよ、ずっと。一つの職業病なんですね。うん、だから、はあ、まあね、まだお若いから大丈夫、まあ、でも私よりも本当もう若い人たちがもうなってるんで、はあ、うん、だからやっぱそういうことなんだろうなと。
でやっぱりその長い時間ねやっぱり一人ずつやってらっしゃるから、はあそうですね、なかなかやっぱりお食事ちゃんと取ってなかったりとか、ああ不規則、あのそう飲み物もやっぱりこう入ってしまうとね、ずっとやるじゃないですか、はい、夢中になってね、そうだからあの飲むのもすごいね、水分摂取もあの少ないし、不規則なね、ご飯もちゃんと食べてない人が多くって、なるほど、ね、で唾液が出ないって言ったらもうほんと30億じゃないけど、あそうですね、本当にあのなんですよ、でそこからやっぱりご病気になるとかそういうことを考えると、あのこのもう本当に今日ねお伝えしたこの人、はい、キソヒノキ歯磨きジェルはもう絶対使ってほしいなと、いいですね、そうですね、で私あのお伝えしてるのはアイリストさんとかでもね、もうあの本当に一日すごい数やってる人たちいっぱいいるんですよ、はい、もう一日中ずっとやってるんだって、はい、もう一人で、もう手先もそうだし、もう神経が ね、そしたらもうあの合間でいいんで、もうほんとこれをね歯磨かなくてもいいので、もう手にちょっと出してねペロって舐める、はい、もうそのまま口にクッと入れてもいいので、もう入れてくるくるくるってしてもうゴクンってする、はい、そしたらほら除菌になるじゃないですか、はい、そうですね、そしたらまあ口の中も爽快になるし、まあ気分も良くなるし、はい、言ったらあの歯周病とか虫歯ね予防にもなるし、口内の状態も守れるので、本当にこれやってって私お伝えしてるんですよ、多分マスク多分してやってるでしょうね、今のことですからこれ、ね、近くでこう触るわけですからね、だからそんなに口も動かさない、余計にこうなんか ね唾液も出ないって言ったら本当に大変ですよ、そうですね、うん、なので本当にあの、まあ、使っていただきたいっていうのでね、はい、再度お伝えしておきます、そうですね、プロテクターウイルスのあるじゃないですか、プロテクターウイルス、あれをこれマスクにシュッシュやっとくのもどうですかね、中に ね一緒にね、そうです、それはもうやっといていただくとして、すごくいいんじゃないですかね、逆にね、はい、ただまあそのね、やっぱ口内の状態ってなってくると、ね、まあ、これを使っていただくのがいいのかなと、絶対ですね、これね、まあ、歯磨かなくてもね、さっきみたいにあのペロッと舐めていただくのでもいいので、それこそ休憩にカバナラタケを飲むとかね、お茶をね、絶対ですよこれね、うん、なので今本当にあのアイリストさん、まあ、あのその優子さんがもうすごくあの、まあ、カバナンタケちゃんもすごいね言われてたんですけど、はい、カバナンタケも本当にあのすごく推してくださってて、はい、あのまあコロナとかインフルエンザとか、はい、まあ、そういう時も本当にあのこれに助けられたって言ってて、はいはいはい、あの実は優子さんね見えてね、あのお子さん、4人かな、はすごいですね、4人だったかな、ね、いらっしゃるんですよ、まだいけそうですけどね。まあ、なんかね、あのバイタリティでね。そうでしょ。で、お子さんがいるから、やっぱりそのね、やっぱりお子さんが体調悪くなると大変じゃないですか。そうですね。みんな飛び回ってるので。そうですね。みんな移っちゃう可能性ありますもんね。一人悪くなると。これが、まあ、水筒をね、カバナンタケにしたら、はい、本当に子供たちが本当にあの健康で、もう本当に熱も出ないと。で、さっきもね、ちょっとね、言ってましたけど、あのちょっとなんか作ってなかった飲んでなかったら、はい、なんかあのインフルエンザっぽいなんかコロナっぽい、ね、なんか なったって言ってたじゃないですか、はい、だからそれぐらいあのやっぱ毎日飲んでるとそういうのがなくなるっていう、はいはいはい、ですのでまあそのご自分のね、まあ、サロンさんの方はやっぱりね、ご自身でやっぱりやってらっしゃる方が多いので、はいはい、自分がもし何かなったら、ねね、本当に直結するじゃないですか、はい、売り上げに止まっちゃいますもんね、そうでプラス家族、はい、まあ、特にお子さんが病気になったら、ね、これも直結しちゃうんですよ、そうですね、これで休まないといけないとかやっぱ投稿されてる人とかいらっしゃるんですけど、やっぱりね、サロンができないってことは、はい、そんだけの収入がなくなるっていうことですから、はいはい、やっぱりその健康面でサロンさん そのまあ健康面もそうですし、まあ、あのまたプラスあのご家族、はい、まあ、お子さんの健康、はい、であと、まあ、あのもちろんその来てくださるお客様も健康でいてくださらないと、ね、あの来れないわけですから、そうやって考えると、まあ、本当にプラスケアの商品を伝えていただくだけでも本当にあのなんか体調悪くて休まなあかんとかもうそういうことが本当激減してくるっていう、目なんかしょぼしょぼしたら余計こうやりにくいでしょうからね、いつもと違う、この体調悪くてね、肌にも出たりね、そうです、ほんとこんななってたらもうそれでなんかアイリストで目やってくださって非常にやりにくいでしょうしね、なんか前回と全然違うなとかね、これね定期的に行く人もねどうしちゃったのってなるんでしょうね、なのでね、まあ皆さんの、まあ、あの健康でね、はい、本当にやっぱアイリストさんっていうのはもう本当職人さんなんですよ、でしょうね、もう職人なんですよ、でしょうね、だからやっぱ長くね続けていただくことによって、まあ、お客様もねやっぱそういったあの素晴らしい技術
を抜けることもできるわけですから、目元のいろいろこうまつげとかいろいろやるわけですね。目をねいろいろケアしたりね。そうですよ。いやでも本当すごい世界ですよね。もう本当にあの細かい世界ですからね。ですのであのまあゆうこさんも言われておりますけども、アイリストねさんだけではなくても本当にあのサロンとかね、そうですね、あのもう本当されてる方もこうやって下向いてやってらっしゃる方とか、やっぱ常にお客様とね対なんかあの対応していかないといけないっていうところは本当に皆さん使っていただいて、はい、あのだと思います。下向いてる方多いですよね、はい、パソコンもこうやって下向くし、職人手仕事なんか全部下向きますもんね、うん、であと携帯ね、私らみたいにインスタとかすごいやってる人らもこうですよ。絶対そうですね。だからこうやってさ、なんかこうやって見てこうやって腕が疲れるじゃないですか、ね、こうやってね、こうやってやったりとかさ電車の中でみんなすだってたまに電車乗るとね全員がこうやってやってるんですよ。いやそうなんですよ、見るとね、私もです、ほとんどやってますよね、あれね、はい、でこうやってと、はい、盗撮してると思われるからやっぱりやりにくいじゃないですか。そうですよ、ね、そうなんです、そうなんです、あんま上げるとね、わかります、わかります、はい、ということであの今週ももう本当にもう時間となりました。はい、だよろしくお願いします。またあの51回目も、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼します。